はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君宏と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱を希望に変える内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。宛先メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。また YouTube でも同時に配信をしております。YouTube から fmgino1 日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、はい、ということで、はい、ということで12月も半ばを超えてまいりました。そうですね、18日、今日なんと夜サッカーワールドカップ決勝です。おこの後です。盛り上がりますね。やっと今日で終わりますね、すべてが。寝不足の日々が。そうですね。はい。終わりますね。はい。っていう感じで。こういう感じで。はい、残りも、今年も、はい、そうですね。そうですね。押し迫ってる感じなんですけど。そうですね。はい。はい。じゃあ今日は先週のちょっと振り返りというか、あ、そうですね。はい。お便りいただいて、感想っていうかお便りをいただいているので、先週はサイクリストの宿の吉田裕子さんに登場していただいて、それに対するお便りです。はい。はい。ちょっと紹介しますね。はい。お願いします。茨城県つくば市のクラファンさんからです。桜と菜の花が同時に咲き誇るという2月に南伊豆に行きたくなりました。ちなみにロードバイクにスタンドがついてないのは速度を上げるためにグラム単位での軽量化がされているからだそうですということです。はい、ありがとうございます。答えまでいただいたって感じですね。答えまでいただいた。なんでスタンドがついてないのかっていう。あ、そうそうそう、その話の、はい、調べていただいてありがとう、はい、ありがとうございます。はい。そして南伊豆はね。はい、はい、桜と花が、はい、素晴らしいですよね。ぜひぜひ皆様も銃座にお出かけいただければと思います。そうですね。はい。はい。じゃあ本日もですね、ゲストをお呼びしているので、ちょっと順番が今日は違うんですけど、先にちょっとご紹介をしたいと思います。はい。ですね、本日のゲストですね、主に東京都内を中心に、活動されているサックス奏者の青木智さんです。どうもこんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。サックス奏者の方、初めてですね。そうですね。アーティスト。緊張しますね。ありがとうございます。ね、なかなか、まあ、僕はちょっと聞いてから、いろいろ質問してからですかね。はい。はい。そうですね。まずサックス奏者というのは普段どういう活動されてるんですか？はい、僕の場合はですね、まあ、サックスあちこちでもちろん東京都内中心に演奏することと、うん、はい、それに加えて、教室ということで、まあ、いろんな方にレッスンで、教えたりしてます。吹奏楽の部活動をやってる、まあ、中高生もいますし、あとは結構一般の方だと結構ご年配の方が多くてですね、60代以降の方も結構やられてまして、皆さんこう、はい、セカンドライフのお供にサックスを選ばれる方が結構いらっしゃって、楽しく、はい、レッスンの方もやってますね。はい。すごいですね。でもサックスを習うってなかなかあれですよね、うん、結構、まあ、よくあるのがピアノとかバイオリンとか、なんかそんな、そっちの方が大きいじゃないですか、はいはい、大体。サックスに。そうですね。すごい、どういう感じで、どういう方が
来る、どういう感じで来るんですか、なんか。そうですどうね。いう感じで。確かに僕も最初、僕自身も謎で、ピアノやったりとかってこうイメージしやすいし、お歌を習ったりとかってのもあると思うんですけど、サックスやりたいっていう方って、イメージとしては、そうですね、こう懐かしいあの曲を吹きたいみたいな方が結構いらっしゃって、ちょっと歌う、あと歌うのがちょっとこう、コンプレックスに感じてる方とかもいらっしゃったりしますね。なんか楽器で吹くと、思いっきりできるんだ、みたいなところがやっぱりあって、なので、こう接してても、なんていうんですかね、こう普段穏やかな喋り口の方でも演奏してみたら、なんかすごい、もうガンガンイケイケに演奏される方もいたりとか、はい、逆に普段、オラオラな感じの人でも意外とこう、シャイな感じの演奏だったりとか、なんか内面も垣間見えるのがちょっと面白いなって思いながら いつも演奏してますね。結構女性もいらっしゃるんですか、そういう。あ、そうなんですかね。男女性性のイのメージ方がで、結構あるんですけど。そうですね。女性の方も結構いらっしゃるんですけど、意外とやっぱジャンルによって人も違うのかなって感じがしますね。やっぱジャズとかは結構男性の方がやっぱり多い印象です。吹奏楽とかになると女性の方も結構多いかなっていう感じなんですけど、ええ。いろんな方いらっしゃいますね。ですもなんごかいサックね。ス吹けるとかっこいいっすよね。なんそう、か かっサックスっこて、いいっすすよごい男ね。性が吹いててかっこいいんですよね。そうですね。見た目で選んだって人も結構いらっしゃいます。いや、でもなんか、いろんな楽器あるけど、結局サックスが入ると全部サックス持っていっちゃう感じがしますよね。なんか。そうですね。なんか、はい。メロディーも取りやすくて、あと結構やっぱり音色的にもすごく華やかで、なんでしょう、花形的な楽器なので、はい。結構皆さんお好きですね。確かに、いきなり入ってきて、サックスで吹かれたらめっちゃ感動しますよね、静かななんとか。ころ。感そう動ですね。なんか感動っていうか、そうですね。すごいですね。なんかすごいモテそうですね。なんか男性がなんかやると、一発でなんかすごい、ね、なんか、ね、すごいです。青木さんはその曲はをい。作ったりもされるんですか？そうですね。僕も曲は作るんですけど、はい。メインで自分で作るのはジャズの曲が中心なんですけど、アレンジでいろいろこう提供したりとか、あと今ちょうどシーズンなんですけど、アンサンブルコンテストっていう吹奏楽関係のちっちゃい編成の大会がありまして、そういうやつのクラシック向けの曲もアレンジして載せたりとかしてますね。はい。すすごごいいですね。ね。もう、じゃあちょっと今日は、一曲は、青木さんの曲で、そうです。はい。聴いていただきたいなと思っておりまして、あ今り日がとうございます。チケットっていう曲をちょっと流させていただきたいんですけど、これどんな曲ですか？はい。これはですね、もともと僕がモダンジャズの、つもりで作曲した曲なんですけど、それをこう、お友達のラッパーに聞いてもらったら、めちゃめちゃいいじゃんって言って、そのまま彼がリメイクして、ヒップホップのラップと歌入りの曲に作り直した、すごい楽曲なんですね。僕も衝撃だったんですけど、はい。なので、その曲です。おお、なるほど。すごい。じゃあ、ちょっと聞いていただきましょうか、まずははね。い、そうですはね。い。じゃあ、ここで一曲、皆さんお聞きください。はい、青木智さんでチケットです。片付けてデイジー、いつもの俺ならなレイジー、今日は少し違って、もちろんご機嫌に決まっただろう、まっすぐバックするインターンホーム、スケジュールは回るミラーボール、同じアホならそうバイラント、現地にセットしたティンダート、いつもとは違うバックパック、当たり前フォロビートラブタップ、見てきて変化するチャプター、すでに懐かしむちゃくちゃ、もっとパスポートでジャミに行こうぜ、ゲロはこっちで OK、 一気に勝ってこのカード、いざ知らないとこに Hello、 常夏の夜の匂いで楽しみ足りない、こっちおいで、よくやってる元気、いつでもこの力 Take it Welcome to Tider My love、 思わず窓開けて歌いだ、
知りたくなるくらいの湿度温度。これあのガハポンからどうもでレセプション、ここまでは東京でのディレクション、安い宿にチェックイン、やっと一息。 I have to get chill だから街に出る、まずは怪しいドリンクコンビニでポン引きよりもドライバーに来てゲットするやつのが多分いいね。帰り道慎重上げなヒント、あえて使わない部屋の金庫、マイフォンからすぐビート流して Let's get it Whoa.夏の夜の匂いで楽しみ足りないこっちおいで、yeah. ディリリッディリリ調子よくやってる元気、いつでもこのチケット Take it。 はい、素晴らしい曲でした。ありがとうございます。素晴らしい。これ、そうですね。こういう、これってどのぐらいの期間でできるんですか？それはですね、僕自身が作ったのも1日で曲は作って、で、それをレコーディングを会場で、ホールでライブ録音したんですけど、その録音を彼が聞いて、ラッパーの、まあ、ソータロービーツっていう、あの、男性の方なんですけど、その方のご自宅で、あの、僕の聞きながら、これいいいいって言って、チョップって言って、こう、切り刻んで曲をカットして繋げ直すんですけど、結局2時間ぐらいでも作っちゃって、新しい曲出来上がって、はいはい、で、歌詞も、あの、僕が旅行に行った時の話をそのまま、こう、いろいろ、あの、付け加えて書いてくれたりとかして、結構、思い出が深い楽曲になったなと思って、本当衝撃でしたね。あっという間に作るんで、そうなんですね。はい。すごい才能だなと思いました。それでジャズとラップっていうか、はい。あれなんですか、コラボみたいな感じになるんですか？そうなんですよ。僕も意外だったんですけど、なんかジャズのフレーズって結構かっこいいフレーズがちょろちょろってこう入ってたりとかするんですね。それはあの、はい、メロディーに入ってる時もあるし、あの、アドリブでこう即興演奏で、はい、たまたま入ってたフレーズがかっこよかったとかそういうシーンがあるんですけど、そこをちょうどこう切り取るとめちゃめちゃいいこうモチーフっていうんですけど、なんか短いフレーズですごくかっこいいのが出来上がって、それをこう起点に楽曲を作っていくと、すごくかっこいいフレーズが生きた感じで作れるんで、意外と合うんだなっていうふうに思います、ヒップホップジャズが。へ、はあ、そうなんですね。すごいですね。いろいろ、ね、いろいろあるんですね。そうですね。僕は勝手に二毛作って呼んでますね。ジャズで一曲作って、それをヒップホップアレンジしてもらって、二曲目みたいな感じで、はい。そうなんですね。なんかそのサックスプレイヤーの方っていうのは、その音楽の 分野ごとっていうか、そういう専門技術っていうわけでもないってことなんですか？はい、そうですね。あの、だんだんその専門性がなくなってきたかなっていう感じがします。なんかあの、前はやっぱりジャズはジャズ、クラシックはクラシック、ヒップホップはヒップホップ、J-POP は J-POP みたいな感じだったんですけど、だん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 こう、垣根がなくなってって、こう今融合してきてるのかななんていうふうに、個人的にはすごく感じますね。でもそれはやっぱり時代の流れでそうなってる感じなんですか？ですね。多分、新しいものをやっぱり求めたりとか、あとあの、はい、昔僕もちらっと聞いただけの知識なんであれですけど、メロディー限界の法則っていうのがあるらしくて、やっぱりいっぱいこう世の中にメロディーがもう出来上がってきちゃってるので、普通のメロディーだとやっぱりこう同じようなものになっちゃったりとかすることがあるんですけど、やっぱりこうクリエイティブにこういろいろ混ぜながら、あの、できるっていうのが、やっぱり新しいこう創作の場になってきてるのかななんていう感じですね。そうなんですね。その音楽のジャンルって、はい。大体何から始まったんですか？もうそれ、一斉にそれぞれの時代で、例えばジャズ、クラシックとか、まあヒップホップとかも。はい。はい。そうですね。めちゃめちゃそこを掘り下げていくと面白いところだと思うんですけど、はい、一つはやっぱり、あの、各地方の民族音楽みたいなところから発展してきてる部分もあるので、もともとやっぱり儀式でこう踊りとか、あの、リズムだったりとかっていうのがあって、で、そこから、派生してきて、こう、日本だったら、こう、いろいろ、こう、古典がありますよね。科学とかいろいろあると思うんですけど、ああいうのの派生と、それから、あの、大体のポップスは、その、もともとはクラシック、西洋音楽から来てて、で、元をたどると、あの、聖歌、グレゴリオ聖歌とか、あの、教会で歌を歌ってたものとかから来てたりとか、そういったものがあったり、っていうふうに、はい、いろんな場所から派生してきて、それが混ざってきて、ここまで来たっていう感じですかね。はい。
そうでもなヒップホップとかはブラジルとかアフリカとかそういう感じなんですか？あ、ブラジルは違うのか。僕も詳細にどこから来てるんでしょうね、あれ。でもまあ、発展してきたのはやっぱりそうですね、アメリカとか南米とか、はい、あっちの界隈のところからやっぱりこう発展してるところっていうのは大きくあるんじゃないかなと思います。はい。そうです。そもそも、青木さんが、そのサッはい。カー選手になろうっていう思ったのはなぜなんですか？それはですね、僕が、まあ、もともとサックスを始めたのが中学1年生の部活動からスタートしたんですけど、単純に僕、運動が嫌だったんですよ。行きたくなくて。で、まあ、最初僕、ハンドボール部入ろうと思ってたんですけど、ハンドボール部に入ろうと思ったら、毎日、校庭を10周走るんだってっていう話を友達から聞いて、あ、それは絶対やらないっていうふうに決めて、で、迷ってた吹奏楽部の方に入って、サックススタートって感じなんですけど、もう、サックスって結構楽器の中では新しい方の楽器なんですね。もう200年ぐらい経ってるんですけど、でも、新しい方なんで、音がやっぱり他の楽器に比べて出しやすいんですよ。ポッて吹いたらやっぱり音が少し出やすいみたいな感じのところがあって、で、僕もやっぱり同時期に入部した子たちよりちょっと早く音が出たんです、サックスだったんで。今思うとサックスだったんですけど、のおかげなんですけど、僕はなんかこれが、あ、自分には合ってるんだと思って、得意なものがなかったので、あ、じゃあこれは僕が得意なやつだっていうことで、もう本当に入って1週間ぐらいで多分親に、もう僕は将来サックスを仕事にするっていうふうに言って、だと思いますね。はい。すごい。出会っちゃいましたね。そうですね。そのままここまで来ちゃったんですけど。じゃあ、サックスの教室に行ったってよりも、その部活で始まったみたいな感じですね。そうです。で、もともと母がアマチュアでサックスを吹いてたので、家に楽器があって、はい。僕、体が当時すごい大きかったので、もう当時で、中学1年生で170センチあって、でも、入った瞬間にもチューバをやれ、チューバをやれって、すごくでっかい、楽器をやらされそうになったんですけど、いや、家に楽器があるんで、サックスでお願いしますって言って、じゃあ、サックスの一番大きいバリトンサックスやろう、バリトンサックスって言われて、いや、家にあるのがアルトサックスなんで、アルトサックスでお願いしますっていうふうに言って、で、一番ちっちゃい楽器になりました。なんですね。はい。無理やりですね。部活の先生が教えてくれるんですか？それがですね、最初は普通は先輩が教えてくれるんですけど、入って、3年生しかいなくて、で、もう、弱い、あんまり上手じゃない学校だったので、もう夏で、7月にはもう先輩たちが引退しちゃったので、その後はもう独学でやるしかないみたいな形で、はい。まあ、たまたま知り合いのプロの方とかがいらっしゃった時には、たまにレッスンしていただいたりしてたんですけど、ほぼほぼやっぱり CD を何回も何回も聞いて、で、それをこう真似しながらやってきたって感じですね。すごいですね。そうなんです。もともとそういうふうにそのレッスンが受けられなかったこともあって、僕はレッスンも好きだなっていうふうに思いながらやってるっていう感じですね。どうで、ですか。はい。習いたかったところが習えなかったりとかしたので、自分で調べないといけなかったりとか、そういうところをもっとフォローしてもらえたら、上達も早かったのにななんていうのもすごく思うところなので、はい。日頃のレッスンには活かしてますね。はい。でも、そうやって教わったことないのに、教える技術もあるじゃないですか。なんか教え方とか、ああ。それはもう自分なりにやっていったんですか？なんか。そうですね。はい。僕、多分、他のプロの方より結構苦労した部分が大きかったんですよ。もともとやっぱりクラシックスタートで始めて、特に吹奏楽なので、まあ、いろんなジャンルはやるんですけど、そこからジャズに行って、今ポップスとかもやってるので、いろんなことがあるたびにこう知識を吸収して直して直して崩して直してみたいなのをずっと繰り返したので、こう、あ、今この人はこういうところに悩んでるんだろうなとかっていうのがすごく、聞いててよくわかるようになって、はい。それはかえってすごく生きてる部分かななんていうふうに思います。すごい。そうなんですはい。ね。あと、青木さんがこう活躍されている場所としては、はい。他の教室以外だとイベント等っていうことなんでしょうか。そうですね。はい。実は、今日18日もですね、ハイアット
リージェンシー東京の方で、はい、あの社交ダンスのイベントがあって、そちらで演奏してきたりとかしまして、はい、最近、都内中心にあちこち演奏する機会も増えて、はい、でまあ、自分だとそういうパーティーで演奏したりもありますし、4月には東京湾クルーズであの船の上で演奏したりとか、そういった形で演奏の機会もあります。で最近はですね、あの老舗のビッグバンドみたいなところに先輩ミュージシャンがたくさんいるところにあの入らせていただいて、はいはい、あの演奏で山口県に行ったりとか、この間も東京で、デヴィ夫人 の, あのクリスマスパーティーみたいなのにで演奏したりとか、はい、そういったこともさせていただいてます。すごいですね、華やかです。はい、あの、演奏はやっぱりそうですね、なんかこうすごく雰囲気を出せるっていうか、やっぱり空間創造っていうところもすごくあると思うので、はい、結構面白い仕事だなっていうふうに思いますね。でもそのクリスマスパーティーにそんだけ呼べるデヴィ夫人もすごいですね。その演奏するっていう、なんかその、さすがですね。そうですよね。しかもあのフルバンドって言って、バンド自体が18人ぐらいあのいるバンドで、大きなバンドで行ったので、はい、すごいですね。すごいですよね。すごいですね。え、なんかミーハー的に聞いちゃいそうなんですけど、そういうパーティーだとすごい人数が集まるんですか？そうですね、結構人数もいらっしゃってましたね。あの、もともとちょっと動物愛護団体とのチャリティーの、あのイベントを兼ねてるみたいだったので、はい、そういった関連の方もいらっしゃいましたけど、他にもあのオペラ歌手の方来たりとか、いろいろなこう催し物があって、はい、面白かったですね。それってでもいろいろな人がいて、別に普段から組んでる人じゃないじゃないですか。あの、そうですね。その場で合わせるんですか、音とか。そうです、もう当日朝早く行って、で僕らがまずサウンドチェックって言って音出しをして、あのなんて言うんでしょうかね、あの会場に音を、まあ、きちんと音響さんがいるので音響さんの人とチェックをテストをして、でそのまますぐリハーサルになって、いろいろなそのゲストの方とコラボするところを中心にリハーサルって形ですかね、はい。その、あのサックスは青木友さんなんですか？はい、あ、サックスは5人いるバンドでして、はい、ジャズのビッグバンドなので、はい、でも周りがもう本当の先輩ミュージシャンばっかり、僕今32ですけど、はい、多分次にお若い方で多分40代くらいじゃないかなぐらい、はい、ベテランの方ばっかり で、やっぱり技術力がすごいんですよね。もう学ぶことがいっぱいで、なるほどって思うところが未だにたくさんあって、はい、とっても楽しいですね。同じサックスなんですか？サックスの種類も同じ？あ、サックスはそのアルト、テナー、バリトンっていうベースの3つがあるんですけど、うん、他に、ソプラノサックスって言って高い音域の、楽器を使ったりとか、あと僕この間そうだったんですけど、クラリネットとフルートの持ち替えもあるんですよ。なのでみんなこうサックスだけじゃなくて、サックスの人はサックス吹いて、フルート吹いて、クラリネット吹いて、はい、こう曲によって持ち替えしながら演奏したりしますね。それもできるんですか？ね、できるんですか？そうなんです。みんな練習しないといけなくて練習してるんですよね。はい、すごいですね。もともとサックスで始まって、サックスに打ち込んだのに、うん、さらにフルートとかそのクラリネットとかやるってことなんですか？そうなんです。そうなんです。別な楽器をきちんと吹けてないと、やっぱりこう対応力っていうのがすごく大事なんで、はい、僕もこの間ドキドキしながらクラリネットとフルート吹いてきました。すごい。すごい、何でもできちゃう。なんか正直それだけでもコンサートとか、うんうん、一応そうですね、うん、もう皆さん本当に、でも楽器もやっぱり結構お金がかかるじゃないですか、本、うん、あの1本ずつでみんなこう、はい、たくさん持ってるんで、はい、なんかそういった情報もでも先輩の方々と一緒にやると、あのいろいろ情報が来て面白いなぁなんて思いながら、はい、やってますね。すごい、なんかでもすごい青木友さんおしゃべりも上手だから、こうあれじゃないですか、曲と曲の合間のこうつなぎみたいな、こうおしゃべりもすごい楽しそうです。あ、いえいえ、僕のそうですねライブ、僕の自分のライブの時はあのお話は結構させていただいて、うん、はい、いつもあのマスターに突っ込まれながらいろいろやらさせていただいてます。MC はすごい大事ですよね。MC が組まないとなんかちょっとあれですね。そうですよね、うん、MC も僕も最初めちゃめちゃ苦手で、まあ、未だにちょっと話すの苦手なんですけど、やっぱり職業から話さないとダメだよっていう風に結構やっぱりあちこちから言われて、やっぱり練習していろいろちょっとトークきちんとできないとななんて思って、はい、
頑張って喋ってますね。十分じゃないですか、こんだけ喋れたら。本当ですか。すごい。毎回ドキドキですけど、はい。こう青木さんが主催されてるようなこうバンドっていうのもあるんですか。そうですね。僕はあの先ほど言った、あのヒップホップラッパーのソータローピーチさんと最近ちょっと僕のバンドに入ってもらって一緒にライブをしたりっていうのがありまして、はい。それではこうジャズをベースなんですけど、こうジャズの中にあのラップをあの即興で歌ってもらったりとか、はい、あの、あとは歌物も全部あのもう、ヒップホップラッパーに歌ってもらって、でラップやってアドリブやってみたいな感じのちょっと新しいのをちょっと試そうかなと思ってやってます。そのうちともさんもできるようになるんですか、ラップが。僕ちょっと僕多分イエイとかヨーとかしか言えないですね。あちゃちょっと専門家でした。難しいですね本当に。あれも奥深くて、なんかやっぱり韻を踏んだりとかってのはもちろんありますけど、あの本当にこう溢れ出るように流れるようにこう言葉が出てきて、でリズムのキレだったりとかっていうのがいろいろあって、聴き比べると非常に面白いなっていうことに気づいて、はい、最近ちょっとよく聞いてます。面白い、はい、そうなんで、そんなこう青木智さんの演奏を生で聞きたいと思ったら、こうどこに足を運べばいいんでしょうか。はい、僕よく赤坂のジーズバーっていうお店に出させていただいてるんですけれども、はい、1月の20日もちょうど、赤坂ジーズバーでそのさっき の僕とヒップホップラッパーと、一緒にやる、ライブがありますので、夜8時からでちょっと遅い時間なんですけど、もしよろしければぜひ赤坂まで来ていただければなと思います。はい、ありました。ぜひぜひ皆様1月20日夜8時に赤坂のジーズバーですね。はい、はい、総太郎さんもラッパーの友さんと組まなかったらそんなジャズのこととか全く知らない感じですよね。そうなんですよ。なので、こう、お互いに、いろいろやりながら探ってます。面白いですね。その出会いも。なんか音楽の広がりがあっていいですね。そうですね。はい。新しい発見っていうのはいつもワクワクしますね。はい、なるほどですね。ねえ、すごい。お話が尽きないのですが、ね。そうですね。そろそろ、はい。近づいてきてしまいました。はい。この番組は毎週日曜夜8時から放送しておりますので、よろしければまた来週もご視聴いただけると嬉しいです。はい、本日のゲストはサックス奏者の青木智さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ来てください。はい、はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。では皆様おやすみなさい。おやすみなさい。